いは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 い、今年はものすごく雪が多いので、本来だったら有害駆除って結構高い山の上の方をやったりするんですけど、全然山の上まで行けそうにないので、この里の周辺の山をやるそうです。里の辺はさすがにね、雪この日陰のところでわずかねあるぐらいなんで、今日ジムニーで来てますけど、ジムニーじゃなくてね普通の軽トラでも全然大丈夫そうなそんな感じですが、これさすがに峠の方はひどいですね。もう子供じゃないですけど、全然人も歩いて入っていけないような感じなんで、とてもとてもね、あの鹿取ることも厳しいですし、取った後引きずり出すのもね大変になっちゃいますね。はい、今所定の位置まで向かっています。今この林道を走ってるんですけど、今回こっちに来てる人たちはみんなジムニーか、あとパジェロミニーで来てますが、これ来ようと思えば、まあ、4駆であればエブリーとかね、ハイゼットのデッキバンとか、まあ、軽トラでも全然来れると思うんですけど、この前ちょっとあのレビューやったハスラーね、ハスラーでも全然来れると思います。こんなようなちょっとしたところとか、あとまあたまに折ってる落石とかね、そういうのにさえ注意していけば、そんなにこの傾斜もきつくないですし、これもっとあのスキー場のゲレンデくらいね、20度とかになってくると、もしかしたら登攀能力の関係でね、あの垂直には登っていけないかもしれないですけど、大抵こういうあの林道ってデコボコしてるだけなんで、このうまく段差をねあの外さないようにいけばいいんじゃないかなと思います。まあでもあとはあれですよね、あの鹿だなんだっていう、あの獲物を積んだ後に汚れたりとかねする、そういうこともあるんで、まあ後で洗いやすい車でね、バンとか軽トラの方が本当にいいですけどね。まあ、ちょっと雪が深いと思いましたね。これはね、どんくらいかな、25、30センチぐらいあるかな。これ今、僕のやつ JB23 のジムニーなんですけど、今低速ギア、ローギアの方に副変速を入れてあります。副変速がローで、普通メインのギア2速で登っていってますけど、厳しいな、ハマっちゃいそうな気がするな、これ。前の人たちね、JA11 のジムニーですけど、これは、これ何センチぐらいあるのかな、大丈夫かな、これこの間ハスラーだったんで間違いなくはまってますね。このわずかなね、5センチ、10センチの差なんですけど、それはやっぱジムニーの方が強いですよね、圧倒的に。で、このジムニーは特にスノーモードとかね、なんとかグリップなんとかっていうのはね、あの JB23 までついてないんで、まあでもやっぱり元々のタイヤがね大きい最低地上高があるっていうのはやっぱいいですよね。これハスラー君だとちょっと、まあ、リフトアップしてボディ上げたいも、まあちょっとね元のタイヤが時点で、あダメかな、先頭行ってるねパジェロミニがちょっとね埋まっちゃってますね、厳しいんじゃないかな、特に多分これチェーンでも巻いて道を作っていかないと多分登れないと思うんですが、まあ、そこまでやる必要があるのかってことですよね。普通に歩いていった方がいいかもしれないです。お、結構頑張ってやっていってくれてますね。あ、ダメかな、出てきたな、ダメっぽい。ご覧の通り雪が深いので、こちらで皆さん車を置いて歩いていくことになりました。ジェロミニも結構すごいですよね、なんちゃって四駆とか言われますけど、ここまで来たってのはね、パジェロミニさすがだと思います。鹿のうんこが大量にあります。この辺竹が倒れてるので、竹の子の葉っぱがね食われてますね。よいしょ、
もともとここのところは林道だったみたいでしたからね、ずっと道が続いてたんですけど、もう土砂崩れで崩れてしまって、ずっと延々と歩いてきてます。いや、大変だ。上にいましたね、普通に。やれやれ。さっき方、撤収の連絡が来ました。この場所では一頭鹿を倒したそうです。僕のところは鹿が全然来ませんでした。まあこういうことがほとんどですね。今から応援に向かって、おお。いや、新しい場所いっぱいあるんですけどね。いや。もうこの氷の上に乗っちゃったらチェーン入ってないとね、まあ、チェーンでも横滑りすることがあるくらいですから、ね、危ない。うお、これすげえ。おい。おい。さあ来い。おい。いや、先ほどもう鹿の群れが団体で上抜けちゃったそうです。ここまではスキズキしてましたが、今度こっちはヤブですね。すごいヤブになってます。おーい、ちょうどこちらを飛び下っていったと思います。どっかそこら辺の足とも合流しているか、このままこれをダーッと向こうに抜けていってます。おーい。みんなね、合流してしまったんでしょうかね、しか。あ、ここら辺をもう今かけていったっていうね。あとですね、びしゃびしゃになってます。おお、しかしこんな滑るとすごいもんですね。おーい、よいしょ。おお、どうなるね、地面が凍ってるから。よいしょ、どうなるね。おーい、あ、歩けない。いや、スパイクなのですよ、もうこれだから本当に。いや、すごいもんです。おーい。はい。来い。おい。わーい。いやー、ちくしょう、戻っちゃったな。来い。炭焼き釜の跡地まで来ました。おーい。鹿はみんな上の方に行った群れと、あと下にゴソゴソゴソっと固まって降りていった群れと、
あったようですが、まあ、ものすごい数がいます。100頭以上ね、いますね。いやーすごい。あ、今尾根に半夜っぽい鹿がいますね。佐藤さんから 200m ぐらい前の辺に。おい、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 なんということでしょう。雪が舞ってきました。今日の予報は雪でしたか。いやー、溶けては降り、溶けては降り、春は遠いですね。はい、本日の第3ラウンドに向けてまた林道を登っています。やっぱこの日陰のところはね、雪がどうしても残ってますね。雪がちょうど腐ってきてるんで、なおさらね、登りづらいですけど、まあ、やっぱりジムニーだとね、全然大丈夫です。いやーすごい。これもまあどうかな、ジムニーが登れるとは言ってるけど、おお、これは深くて厳しい。おお、これ35センチぐらい深さあるんですけど、すごい。いやー、でもジムニーだと。だったらジムに行ったくですね。ちょっとハスラーとかじゃかなり厳しいですけど、やっぱジムにはすごいです。この目印がある、この辺に立とうかなと思います。一応予定だと向こうの方から鹿が追われて出てくると、そういう予定ですが、さあどうでしょうか。待ちます、待ちます。どっから来るでしょうか。いやー残念、そこの目の前のやぶやぶの中に20頭ぐらい溜まってて動きませんでした。そいつが、勢子が近づいてきたらだーっとね、奥の方に下っていってしまいました。いやー全部ねオスの団体だったらしいんですけど、やっぱオス鹿はねずる賢いですよね。人がねこっちに竜巻張ってるの分かって絶対降りてこないですね。というわけでここで、瀬古の皆さんがね打ってくれたのがあるそうです。丸坊主じゃなくてよかったですね。
有害クジラでした。